はい、短期決戦です。第、1月13日8時54分です。第1243回ロト6の予想をしていきたいと思います。さて、ロト6、ロト6過去6回から傾向を見ると、過去6回ね、6回中3回1回ボーナス数字が22、6回中2回が15、28、38、40、6回中2回1回ボーナス数字が27、33、混合4回、ロト6過去2回とミニロトとロト7から傾向を見ると、4回中2回が15、34で、過去6回から抽出した数字がこれ、混合4回出てた数字がこれ、全抽出数字が全部合わせた数字で、前回、連想展開、前回の数字を並び替えてその隣をオレンジ色で示したのがこれ。2がよく出てるからね。2は2もあるね。2、12、22、32、42と2が前回3回出てるからね。で、前回と同じ数字でしょ。連続する数字を選ぶは全抽出数字から、で、下1桁を同じにするも全抽出数字、前々回と同じ数字を入れるでしょ。で、参考回混合4回ね。で、全抽出数字をもう一回持ってきて、この緑色にしたのが、緑色に反転させたのが2回以上出てる数字で、出てない数字がこれで、挟まれた数字がこれ、挟まれた数字が26と39。ああいいね、26と39ね。で、出てない数字が35、9、20、21、23、24、25、最近24、25使わないよね。ってことは来ないってことだな。3、9、9か9があるよね。9、9、32、ロト6だからね。2からだな。10の位って何だろうな。10か9、10、26、30、あと1個なんかない、33、39、こんな感じで、24出ないからな。21、29、こんな感じか。ミニロトとロト7となんか出てる数字や、15か15、あ、26あるな。15、2と15、17、15、16、17、2ばっかだな。1、8、16、21、22、36、
違うの入れてみようか。全然違うのね。ボーナス数字は、ボーナス数字はなんだ。31、33、37、8、11、そのまま入れてみようか。81、31、33、30、32、31、31、37、36、37、どうだ。これちょっと崩してみて、20、21、30、35、30、35、40、うん、これでずらし入れてみようか。ずらし1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ずらし入れてみようか。1、8、9、25、32、38。ああ、なんかさ、トフィーさん調子はどうだい。ああ、昨日は1万3000負けちゃった。1、4、8、11、21、33。上がった時にさ、理覚できなくて寝てたからさ、上がった時に理覚できないで、下がった時に逆差しかかっちゃった。はい、あれがね、XM がね、XM で食らっちゃったんだよ。1、7、15、20、21、21、35、1、14、15、35、38、41、1ばっかだね。3、13、15、21、26、30。まあね、今月は勝ってるからね、今月は勝ってるからね、対戦に影響はないんだけどね。ただね、ちょっと XM が危機的状態だね。36、19、20、入金しないといけないような、次負けたら入金だよ。39と。これを見た上で、もう20通り作っちゃったんだけどね、これを見た上でどう作るかっていうと、 5はないね。5がなくて、5を、これ1のくらいだけで作ってみようかな。5、ちょっと待って、2個ぐらい、1、2、3、4、8、9、これ6で終わ、 6個で終わりか。これじゃもうダメだな。1がなくて、2、3、4、8、
2349、2639か。5、5、10、14、15、16、26、よし、ちょっとこれやりすぎかな、極端だね、両極端だね、暴れてみたけど、あと30代で、30代で固めるとこれか、買うか、これ39の方がいいような気がするな。これか、これか、これか、これとこれ買おう、よし、OK、 よし、出来上がり、28、11、13、21、29と30、30、15、21、26、39、オッケー、これがロト6。オッケーね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。